新刊印税稼いで30年大絶賛予約中、鈴木喜一郎作家日記。今日は2021年6月29日火曜日。今日のテーマはネット小説から直木賞作家は生まれるか。今日はマシュマロに寄せられた質問からです。アマチュアの人たちが小説投稿サイトで連載したり、ノートなどで有料で小説を販売していたりと、ネットによって小説を発表する場を利用する人が増えています。今後直木賞や芥川賞を取れるレベルの作品がこういうネット小説から出てくると思いますか。個人的にはゼロか極めて低い確率なのではと考えています。編集さんや構成さんの手が入らない状態のまま自己満足で書き連ね、お友達からのいいねで承認欲求を満たしていても書き手のレベルは上がらないと思うからです。お答えします。結論先に申し上げると、出てくると思います。こうした実力のある書き手がネット小説から出てくると思います。エンターテインメントの小説の主流はすでにライトノベルに移行しています。小説投稿サイト初の作品も娯楽小説の主流になりつつあるという認識でいます。かつて新聞小説というものが果たしていた毎朝日課のように決まった小説を読むというポジション、そういう小説のポジションは小説投稿サイトにとって変わられているというのが現実です。現代ミステリーや市井物、人情物の時代小説で主力版単行本が苦戦しています。歴史小説はね、幸いまだ主力版単行本が主流ですけども、その一方で小説投稿サイト初の小説が主力版の1500円を超える単行本を次々と出しているという現実があります。小説投稿サイトなどで書かれた作品を全て否定するというのはあまり賢い判断ではなかろうと思います。投稿サイトの上位のものはこの質問者さんの好みに合わないかもしれないけれども、いい作品だ、優れた作品だということを認めることは大切です。そしてそうしたランキングの上位に居続けている著者に関しては、そうした著者に対しては十分な敬意を払うこと、プロフェッショナルとして十分な敬意を払うことがとても大切だと僕は思います。質問者さんはおっしゃってみますが、質問では編集さんや構成さんの手が入らない状態のまま自己満足で書き連ねというふうに質問者さんは言っておられるんですが、ランキングが上位の作品というのはリアルタイムで何千人ものチェックが入っているということを忘れておられます。こうしたものすごい数の人間のチェックというのが、それが結果的に校閲や編集の役割を果たしていることになっています。自己満足だけで上位になることは不可能です。それから質問者さんはお友達からのいいねで承認欲求をということを書いておられますが、こうしたランキングの上位にある何千人ものいいねっていうのは言うまでもなく
友達からのものではないです。読者からです。その現実を受け入れましょう。小説投稿サイトの上位の人とその他大勢をごちゃ混ぜにしてはいけませんということです。小説投稿サイトの小説と新人賞の応募原稿っていうのは一つ決定的な違いがあります。どこが違うかというと、かすな作品が目に入るかどうかということです。新人賞の応募作品は、落選作はほとんどの場合部外者の目に触れることはありません。小説投稿サイトの場合、こうした外れの作品も読めてしまうので、次の2つの間違いを犯しやすいということはあります。小説投稿サイトを読む場合、やってしまう間違いのまず第一としては、小説投稿サイトの作品すべてがカスだと勘違いすること。そして2つ目、プロとアマとの差がないと勘違いしてしまう。これはどちらも間違いです。いい作品を書く、いい作品というのは媒体にかかわらずとてもすごいということ、まずそこを認めましょうということ、そこを認めましょうという言い方おかしいな、そうした現実を受け入れましょうということです。というところで、今日の質問はそんなようなと、質問へのお答えはそんなところです。今日は6月の29日、今日は僕は基本的に休日でした。こう気の置けない仲間たちと一緒に、今日は桑名でそのハマグリ料理のを食べてきました。ハマグリ料理のランチコースを食べてきましたね。酒飲まない人間ばかりなので、そこら辺は気が楽なもんです。で、そしてお茶を飲んでというふうですな。心の選択をしてきました。で、明日からまた地道に原稿を進めていくということです。たまにはこういう休みもあります。この番組では皆様からのご意見、ご質問を大募集しています。マシュマロという匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。告知です。2021年7月下旬に鈴木の新刊が出ます。タイトルは、印税稼いで30年。本の雑誌社から1760円で発売。そこそこのヒットだけで30年生き抜いた小説家鈴木喜一郎が業界サバイバル術のすべてを明かします。今すぐお近くの書店かネット書店でご予約ください。この番組はサウンドクラウドキーステーションに、アップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、スポティファイ、ポッドキャストアディクト、チューインレディオ、キャストボックスの7局ネットでお送りしています。噛まないように気をつけたけれども、やっぱり噛んだぜ。というところで、また明日。ではでは、失礼します。